ダビド・ゴファンはベルギー・ロクール出身の男子プロテニス選手。日本語ではゴフィン表記も多い。これまでに ATP ツアーでシングルス5勝、ダブルス1勝を挙げている。身長180センチメートル。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。自己最高ランキングはシングルス7位。2021年現在、現役のプロテニス選手では、 ベルギー男子ナンバーワンプレイヤーである。5歳でテニスを始め、2009年にプロに転校。全仏オープンでは予選決勝で敗退したが、ガエルモンフィスの直前決勝により、ラッキールーザーで4大大会に初出場する。1回戦でラデックスティパネクを6から2、4から6、2から6、6から4、6から2で、2回戦でアルノー・クレマンを3から6、 7から6、0から6、6から2、6から1で、3回戦で、ルカシュクボットを7から6、7から5、6から1で破り4回戦に進出した。ラッキー・ルーザーが4大大会の男子シングルスで4回戦に進出したのは1995年ウィンブルドン選手権のリック・ノーマン以来17年ぶりという快挙だった。4回戦では、憧れのロジャー・フェデラーと対戦し、 第一セットを選手したが7から5、5から7、2から6、4から6で敗れた。ウィンブルドンでも1回戦で前年ベスト8のバーナード・トミックを3から6、6から3、6から4、6から4で破り3回戦まで進出した。7月のロンドン五輪でオリンピックに初出場した。シングルス1回戦で不安モナコに4の6、1から6で敗れた。チェーン内オープン。 ウィンストン・セーラム・オープン、バレンシア・オープン500の3大会でベスト8に進出し、2012年年頭の174位から42位までランキングを上げている。その後、怪我に苦しみランキングを下げてしまったが、7月のオーストリア・オープンでツアー初の決勝に進出し、地元のドミニク・ティームを46、61、63で破り、ツアー初優勝を果たした。 9月のモデールオープンでは、第8シードで出場し、準々決勝で、第1シードのジョー・ウィルフリード・ツンガを1から6、7から6、7から5で破ると、決勝で、ジョアン・ソーザに6から4、6から3で勝利し、ツアー2勝目を挙げる。10月のスイス・インドアに第7シードで出場。準々決勝で、世界ランク9位のミロシュラ・オニッチを6、7、6、3、 6から4で勝利するなど、決勝に進出。決勝で、フェデラーに2から6、2から6で敗れ準優勝。5月の BNL イタリア国際で、マスターズ1000初のベスト8進出を果たした。全仏オープンでは3回戦で、ジェレミー・シャルディに敗れた。その後のトップシェルフオープンでは決勝まで進み、ニコラ・マユに敗れ準優勝にこそなりはしたものの、翌週の世界ランキングでは、 自身の記録を更新する15位とした。ウィンブルドン選手権においても、自身初めての4回戦に進み、第4シードのスタンはウリンカに6から7、6から7、4から6と前線し、敗れた者のグラスコートによる適応力の高さを示した。また、大会後の世界ランキングでも14位とし再び、自身の持つ記録を塗り替えた。8月のシンシナティマスターズでは、 世界ランク1位のノバク・ジョコビッチを第3セット第3ゲーム時点で4から6、6から2、3から0の2ブレイクアップに持ち込むもその後6ゲーム、練習され敗れた。全米オープンでは3回戦のロベルト・バウティスター・グーと戦では第4セットで途中棄権した。デビスカップではベルギー代表のエースとして活躍。初戦の前回王者スイス戦では第5戦で、 アドリアン・ボッセルに勝利し、準々決勝進出を決める。準々決勝カナダ戦では、第2戦で、フィリップ・ペリオに勝利し、準決勝進出に貢献。準決勝アルゼンチン戦では、第1戦で、フェデリコ・デルボニスに、第4戦で、ディエゴ・シュワルツマンに勝利し、ベルギーを1904年以来の決勝に導いた。決勝イギリス戦では、第1戦で、 カイル・エド・マンドに3から6、1から6、6から2、6から1、6から0で勝利。第3戦のダブルスにもスティーブ・ダルシスと組んで出場するが、マリー兄弟に4から6、6から4、3から6、2から6で敗れた。第4戦で世界ランク2位のアンティ・マリーと対戦し3から6、5から7、3から6で敗れ、デビスカップ初優勝はならなかった。 全豪オープンでは、初めて4回戦に進出したものの、第3シードのフェデラーに2から6、1から6、4から6で敗れた。BNP パリバオープンでは4回戦で、世界ランク4位のワウリンカを6から3、5から7、7から6で破ると、準々決勝でマリン・チリッチを7から6、6から2で勝利し、マスターズ初のベスト4に進出。準決勝で、 ミロシュラオニッチに3から6、6から3、3から6で敗れた。続く、マイアミオープンでは準々決勝で、ジルシュモンに3から6、6から2、6から1で勝利し、マスターズに大会連続ベスト4進出。準決勝では、ジョコビッチに6から7、4から6で敗れた。大会後の世界ランキングで、自己最高の13位に浮上する。 BNL イタリア国際では3回戦で、世界ランク8位のトマーシュベルディヒを6から0、6から0のダブルベーグルで勝利し、2年連続のベスト8入りを果たす。準々決勝ではマリーに1から6、5から7で敗れた。全仏オープンでは4回戦で、エルネスツガルビスに4から6、6から2、6から2、6から3で勝利し、自身初のグランドスラムでベスト8に進出。 準々決勝のドミニクティーム戦は、お互いに初のベスト4進出とトップ10入りをかけた一戦となったが、6から4、6から7、4から6、1から6で敗れた。全仏後の世界ランキングで自己最高の11位となった。ウィンブルドン選手権では4回戦で、ミロシュラオニッチから2セットを選手するも6から4、6から3、4から6、4から6、 4から6で逆転負けした。リオ五輪のシングルスでは3回戦で、トマス・ベルシシに6から7、4から6で敗れた。全米オープンでは、初戦で、ジャレット・ドナルドソンに6から4、5から7、4から6、0から6で敗れた。初参戦した10月の楽天ジャパンオープンでは、準決勝で第4シードのチリッチに勝利し、決勝進出。決勝で、 第6シードのニック・キリオスに6から4、3から6、5から7で敗れ、ATP500 発優勝はならなかった。上海マスターズでも、フアン・マルティンデル・ポトロやガエルモン・フィスなどを破り、準々決勝進出を果たす。準々決勝でマリーに敗れた。翌週地元、ベルギーで今年から開催となる、ヨーロピアン・オープンに第1シードで出場。準決勝で、 ディエゴ・シュワルツマンに敗れ、地元優勝は果たせなかった。ゴファンは、レースランキングで11位となり ATP ワールドツアー、ファイナルズ出場とはならなかったが、交代選手の一番手に選出された。モンフィスが3戦目を怪我で棄権したため、代わりに出場し、ジョコビッチと対戦。1から6、2から6で敗れた。全豪オープンでは4回戦で、ドミニクティームに5から7。 7から6、6から2、6から2で勝利し、グランドスラムで2度目、全合で、初のベスト8に進出。準々決勝で、グリゴールディミトロフに3から6、2から6、4から6で敗れた。2月のソフィアオープンでは、決勝進出するもディミトロフに敗れ、準優勝。翌週の ABN アムロ世界、テニストーナメントでは準々決勝で、ディミトロフに6から4。 1>, 1から6、6から3で勝利。準決勝で、ピエール・ユー・グエル・ベールに勝利し決勝進出。決勝では、ジョー・ウィルフリード・ツオンガニ6から4、4から6、1から6で敗れて2週連続の準優勝となった。2月20日付の世界ランキングで10位となり、トップ10位を果たす。クレイ・コートシーズンでは4月のモンテカルロ・マスターズで、準々決勝で、ノバク・ジョコビッチを6から2、 3から6、7から5のフルセットで下して初勝利を挙げる。準決勝で、ラファエル・ナダルと対戦したが、第1セットのリードしている展開で物議を醸す。判定がされ、勢いを失うと3から6、1から6で敗れた。ムチュア・マドリード・オープンでは3回戦で、第5シードミロシュラオー・ニッチを、ストレートで破り、準々決勝に進出。しかしまたもやナダルに敗れた。 全仏オープンは3回戦のオラシオセバジョス戦で、第1セット途中にコートカバーに足を取られ転倒、右足首を負傷し、危険を余儀なくされた。ウィンブルドンは欠場し7月のクロアチアオープンで復帰、全米オープンは4回戦まで進出するも、アンドレエルブレフに敗れた。九月の新戦オープン決勝で、アレクサンドル・ドルゴポロフにからからからで勝利し、 3年ぶりの優勝となるツアー3勝目を挙げる。翌週の楽天ジャパンオープンでは2年連続で決勝進出。決勝でアドリアン・マナリのに6から3、7から5で勝利し、2週連続優勝と ATP500 初優勝を果たす。レースランキング8位で交代出場の2016年を除いて初出場となった ATP ファイナルズではラウンドロビンがいい戦で、 ラファエル・ナダルから初勝利を挙げると、第3戦で、ドミニク・ティームに勝利し2勝1敗の2位で突破。準決勝で、これまで一度も勝てなかったロジャー・フェデラーに2から6、6から3、6から4で勝利し初の決勝進出。これにより、5ファンは今季唯一フェデラーとナダル両方を下した、選手となった。決勝では、グリゴール・ディミトロフに5から7、6から4、 3から6で敗れて、準優勝となった。大会後のランキングで、自己最高の7位を記録。翌週のデビスカップ決勝フランス戦では、第1戦で、リュカプイユ、1勝2敗で迎えた第4戦で、ジョーイ・ウィルフリード・ツオンガ2勝利と奮闘するも、ベルギーは2勝3敗で敗れて2年前と同様に、準優勝に終わった。全豪オープンでは、第7シードでの出場となったが、 ジュリアン・ベネトウに逆転を許し2回戦敗退。ABN アムロ世界、テニストーナメントで4強入りしたが、準決勝では左目に自打球を受けて途中棄権した。マイアミオープンで復帰したが、1回戦でジョアン・ソーザに0から6、1から6で敗れた。モンテカルロオープンと BNL イタリア国際ではベスト8に入り、全仏オープンは4回戦まで進んだ。 ウィンブルドンは初戦敗退。ウエスタンサザンオープンでは準決勝に進出したがフェデラーに敗れた。全米オープンは四回戦でマリンチリッチに敗れた。新戦オープンの一回戦でアンディ・マリーに敗れた後、肘の怪我を理由にシーズンを終了した。年始のカタールエクソン・モービルオープンはシングルスでは一回戦敗退に終わったが、ピエール・ユーグエルベールと組んだダブルスでは、 ツアー初優勝を果たした。全豪オープンは3回戦で、ダニール・メドベージェフに敗れた。オープン13と、エストリルオープンでベスト4に入りしたが、共に、ステファノス・シチパスに敗れた。前仏オープンでは3回戦で、覇者ナダルに敗れた。リベマオープンでは準々決勝で、アドリアン・マナリノに敗れた。ノベンティオープンで準優勝。 ウィンブルドン選手権では初めてベスト8入りしたが、ジョコビッチに敗れた。ウエスタンサザンオープンでは準決勝で、リシャール・ガスケを下して、初の決勝進出するも、決勝では、ダニール・メドベージェフに6から7、4から6で敗れ、準優勝だった。全米オープンでは4回戦に進出したがフェデラーに、敗れ、ベスト8入りを3年連続で逃した。 モゼールオープンでは、初戦でパブロ・カレーニョ・ブスタに敗れた。しかしジャパンオープンテニス選手権では、ジョコビッチに敗れたが、ベスト4に入りした。上海マスターズは3回戦で、フェデラーに敗れ、ヨーロピアンオープンは、ウゴ・アンベールに敗れた。スイス・イン・ドアでは、ライリー・オペルカに2回戦で敗退した。パリマスターズでは、初戦でディミトロフに負け、その後は、デビスカップで、 母国ベルギー代表として活躍した。年間最終ランキングは11位だった。年始の ATP カップでは8強入りし、準々決勝で自身はラファエル・ナダルに勝利した。続く、全豪オープンは3回戦でアンドレー・ルブレフに敗れた。3月から8月半ばまで、新型コロナウイルス感染症の流行により、ツアーが中断に。再開後、 全米オープンで4回戦まで進んだ。しかし以後は4戦連続初戦敗退し、感染症の陽性反応が出て欠場もあった。シーズン開始の全豪オープンでは1回戦で、アレクセイ・ポピリンにフルセットの末に敗れたが、南フランスオープンの決勝で、ロベルト・バーティスター・グートを5から7、6から4、6から2で破り3年半ぶりのツアー優勝を果たした。 全仏オープンは第13シードで出場したが、初戦敗退。ウィンブルドンは欠場した。2019年に準優勝をした、シンシナシティマスターズでは1回戦で、ギドペラに敗退し、ランキングを30位台まで下げた。全米オープンでは1回戦で、マッケンジー・マクドナルドにストレートで敗退。その直後に、膝の負傷により、今シーズンを終了することを発表した。 オープン会以降シングルス、1シングルス、1W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、 G コールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B コールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。